橋本ホビーへようこそ。植物愛好家の橋本です。よろしくお願いします。今回はこれ、ペペロミアをね、植え替えていこうかなと思います。コメント欄の方でね、知ってること教えていただければ嬉しいです。じゃあ早速ね、植え替えていこうかなと思うんですが、どうしようか。これ花切っちゃった方がいいよな。あ、取れるわ。この辺はまだ取れないけどね。あ、取れるのもある。触って取れるぐらいだったら取っちゃってもいいのかな。葉っぱとかもさ、傷んでるのが、まあ、あるっちゃあるんだよね。あんまり取ると心配だけれども。で、まずは用土から。こんな感じのね、再生培土なんですけども、要は培養土ってことです。で、自分が入れてるのは、まあ全部は把握できてないですけど、何度も何度もリサイクルしてるんでね、焼き土の黒系と赤系が混ざってるね。それからバーク堆肥とかもみ殻堆肥とかっていうものも入れてますけども、堆肥系はね、もうしっかり分解されちゃってますね。で、これにこっちの白っぽいのはカヌマで、こっちの下のちょっと茶色っぽいのがボラ土、これをね、入れていこうかなと思います。ペペロミアね、水はけの良い土がいいということで、まあこれもね、焼き土系で粒に固めてあるので水はけは悪くないんですけどね。サイズがギリだからね。まあ、この下にね、入ってるのはみじんなのでいいでしょう。で、肥料はいつものマイガーデンベジフルと行きたいところなんだけど、ペペロミア、あまり肥料を好む植物ではありません。肥料をたくさん何度も何度もあげすぎたり、肥料の濃度が濃すぎたりすると枯れちゃうよっていう植物なので、このね、土再生培土でね、多少肥料も入ってると思うので、そのままね、いきます。この間までは人参が植わってたのかな。混ざってるね。よし。で、こっちはね、ビニールポットなので植え替えます。で、こっちは硬質ポットに植わってるので、またこのポットにね、植え替えようかなと思います。じゃあサイズはね、多分一緒かな、同じぐらいのポットですけども、サイズ変更はね、なしで大丈夫です。じゃあ早速ね、植え替えていこうかな。で、植え替えの時期はね、5月から8月だったかな。生育期に植え替えるといいみたい。ボラ土が入ってて水はけはいいですけれども、めちゃくちゃいいっていうほどではないね。スマート、あと何が入ってんだろう。これピートかな。砂ピートボラって感じなのかな。多分普通の培養土に混ぜてるって感じじゃないのかな、ボラ土を。てか根っこなくない？こんなもんなの？わかんないんですが、マジ？マジないよ、根っこ。これはね、植物の施設というか植物園かでいただいたものなんですけど、なのでそこまで状態悪くはないと思うんだけれども、ペペロミアってそんなに根っこ張らないんだ。それは知らんかったな。これの状態がいいのか悪いのかは知らんよ。ちょっとさ、これ一回洗ってこようかな。ってことで一旦スキップ。洗ってきたんだけど、根っこほぼないけどいいの？茎の周りにちょっとファサファサってある程度。こんなもんなのかな。あんまそんな植物知らんけどな。で、今回植えるのは90センチなので3号ポットですね。どう置くかだよな。これをだからやっぱりメインにこの辺に置こうか。
まあこんなもんかな。どうしよっかな、先に水あげた方がいいかな。根洗いしたので根っこかなり濡れてるんでね、大丈夫だとは思うんだけど、用土がこれ今乾いてる用土なのよ。なので水分吸っちゃうじゃん、土の方がずっと水を引っ張ってきちゃって根っこが乾いて枯れちゃうっていうのが嫌なので、ちょっとね先に早めに水を与えます。でこれ多分ね、シャワーとかでジャージャー流しちゃった方がいいと思う。で水をかけるときはたくさんかける。たくさんかけることで、わかるかな、みじんがね流れ出るので。あとは土と土がさ、こう噛んじゃってこの下に空間が残ってるっていうことがあるのよ。で水がたくさん入るとちょっと土もさ、ふわっと、まあ空気より水の方が重いからさ、水の中でこうちょっとね土の粒子同士が浮くというかね、浮くんじゃないんだけど、まあ少しねこう重力が弱くなるわけよ。そしたらここの噛んでたとこがさ外れてズボッと入ったりするので、空間をねしっかりと、なんていうのかな、埋めるというか詰めるというか、空洞がなくなるようにっていう意味でもしっかりとね水はかけた方がいいかな。そしたらもう一つの方もやっていこう。さっきのはおそらくだけど、ペペロミアのペッパーミルっていうやつだと思うんだけども、札ついてなかったんでわかんないです。ただ他にないと思う、この赤の筋が入るやつね。でこっちは普通に買ったやつで、ペペロミアシュミレットってやつですね。でこっちはね複数刺してあるんだけど、片方はね元から枯れてた。いや根っこ張ってるぞこっちは。やっぱこのビニールポットはさ、あれが悪いのかもね、水はけが良くなかったのかもしれん。でも根っこ細かいのでどうすればいいんだろうな、難しそうだなこれは。もう少し乾いてればよかったけど、石出てきた。乾いてなかったねそこまで。でいつもは自分は土に混ぜるのってボラ土なんだけど、今回鹿沼土入れたじゃない。鹿沼土は少し水分持つんだよ、っていうか意外と持つ、少し持つって言われてるけど意外と結構持つので、そのなんていうのかな、ボラ土だとすぐ乾いちゃうのね、たくさん入れすぎるとね。だけど鹿沼だと鹿沼自身も持ってくれるので、水はけはいいんだけど少しね鹿沼が土を水を持つっていうところで、その辺違うかな。やっぱり全然状態違うね。まあこっちがね勇気が多いっていうのはあるかもしれん。根が細いんでどうしても切れちゃうな。どうしようか、これも洗う？さすがにこの土の量はさ、外で洗わないと無理なんだけど、洗うか。ちょっとねこれ以上根をブチブチ切るのもあれなので洗ってきちゃいますね。根っこね洗ってきたんだけど、やっぱり随分減るね。まあ土が落ちたからっていうのはあるんだけど、あとね綺麗には取れない、全部は取れないけど、まあしょうがないね。どうしよっか。うわ入ってたわ。下の方の穴がさでかいからさ漏れちゃうよね。パン入れちゃったけどまあいいや。でしっかりと水をあげていく。しっかりと水をあげていく。
まあ、ひとまずこんなもんでいいでしょうか。まあ、後でね、水道でもうシャワーでジャーッとあげちゃうんだけど、一旦こんなもんで OK かな。そして、ずいぶんね、根を傷めちゃったので、ちょっとね、下葉の方切っていこうかなと思います。根っこがなくなったらね、その分葉っぱを取ってあげないと、根から吸う量に対して葉っぱから出ていっちゃう量っていうのが多くなっちゃうんでね。で、この時は下葉の方から取るとか、混み合ってるところから取るとか、そういう工夫をするといいんではないでしょうか。で、これ花なのかな、何なのかな、わかんないけど、お花も切っちゃいましょうか。花をつけている場合ではないと。ということで、花も切っちゃって。まあ、こんなもんでいいかな。で、こっちも切りたいんだが、あんまり切りすぎるとさ、そのまま枯れちゃうかもしれないから、やりすぎ注意だけど、こっち根っこがほぼなかったからね、よっぽど切っちゃわないとダメかもしれん。下葉の方はもうバツバツ切っちゃいましょう。あとはこの辺の大きい葉っぱ落としちゃおうかな。大きい葉っぱの方が蒸散がさ強いんで、1枚切った時の効果っていうのが大きいと思うんだよね。その代わり、その光合成する面積っていうのも大きいので、あんまりねやりすぎはね良くないとは思うんですが、まあまあまあこれぐらいはやんなきゃしょうがないでしょうって感じかな。で、こっちの方はね、もっと取った方がいいかもしれない。ペペロミア、ペッパーミル、わからないのでクエスチョンマークがついてます。じゃあこの後一旦あれか、水しっかり流してからもう一回やろうかってことで、一旦スキップ。随分とね、ジャブジャブと洗ってきました。ちょっと土流れちゃったけどね、水道の蛇口のシャワーで直接当てちゃったので、ね、あれ結構強いし水の量も多いのよ。なのでこんな感じでね、結構流れちゃいました。流れた土は回収したけどね、水道でさ、ジャーって水かけちゃうと、結構こうやってパンパン入れた時なんか土こぼれちゃったりして、下水詰まっちゃうんじゃないかなとかって心配になる方もいらっしゃると思うんですけど、心配だったらね、下にザル敷いとけばいいと思うよ。みんな園芸用でさ、結構ザルとか、100均とかの持ってるでしょ。ああいうのを下に敷いといて、ザルの上にこう乗せて、水をね、ジャーっと流してしまえば、溢れてもね、ザルに溜まるだけなんで。ちょっと表面根が出ちゃってるかな。なので少しこう寄せてあげて、根っこはね見えてちゃダメです。まあこんなもんでいいかなと。でちょっと倒れちゃってるんだけど、まあ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 いいです、しゃあない。でこっちはこんな感じ、別に普通だね。こっちはね結構深植えにできた。こっちはね根っこがあったので、あんまりそんなに深植えできなかったね。上にしたいんですが、それはそれでむずいかな。で、この後の管理なんですけれども、こっちもね、まあこっちは根が張ってたんだけど、まあ植え替えでね結構切れたよと。で、こっちに関しては根っこがもともとそんなについてなかったよと。やっぱりビニールポット水はけ悪いのかなとか、土の関係なのかもしれないとか、刺した時期とかね、何かあるかもしれないけれども、こっちは根っこがね、そもそもそんなにねついてなかったよということで、まあ両方ね少し養生してあげた方がいいのかなというところで、日陰ですね。ペペロミアね、直射日光好きじゃないんで、今までも直射当たらない窓辺とかに置いてたんですけれども、これからねしばらくは、まあ真っ暗じゃダメだと思うんですけれども、もっと暗いところにね置いといてあげようかなと思います。で、水やりもねかなり控えて、しっかりと土が乾いてからあげようかなと思います。で、そうだな、あとは肥料なんですけど、肥料も 1,2 週間ぐらいはあげない方がいいのかなと思ってます。2週間ぐらいあげない方がいいかな。で、2週間経ってもかなり薄い液肥の方がいいのかなと思ってます。
最初上げるときは、まあ、通常上げるのの2倍から4倍さらに薄めて上げて様子見てっていうところでいった方がいいのかな。で、植え替えた日をね、忘れちゃうんで書いときましょうね。今日5月の末です。で、そうだな、今回植え替えた目的なんですけれども、ビニールポットに一株植わってたっていうのが一つなので、ビニールポットから鉢上げしたいよっていうところで植え替えたっていうのが一つ。それからこっちも植え替えてるじゃないですか。こっちは別に植え替えない方が、そのなんだろう、しっかり根も回ってたし良かったと思うんだけれども、植え替えましたと。じゃあなんで植え替えたのかっていうと、自分家の土に植え替えたっていうのが一つ。って言っても、まあ普段とは少し配合が違って鹿沼がね入ってますけれども、植物を育てる上で難しいのって、何が難しいかっていうと、実は土なんだ。自分で種まきした植物っていうのは意外と簡単に育つんだ。刺し芽とか種まきとかした植物っていうのは意外と簡単に育つんだけど、人が育てて鉢植えとかにしても花が咲いてる状態の株って育てるの意外と難しいんだ。初心者の方とかで鉢花しかやったことなくて、よく枯らすのでガーデニング難しいんじゃないのって思われてる方たくさんいると思うんだけれども、それは実は土が毎回違うからなんだよね。育てる上でね、別に植物が育つか育たないかっていう意味で言うと、ほとんどの土で植物っていうのは育ちます。まあ無理な条件っていうのもありますけれども、大概大丈夫なんですけれども、結局人間の方が管理ができないっていうこと、土がバラバラだとねになっちゃうので、なるべくね土は揃えてあげたいよっていうところで、まあ植え替えたっていうのが一点。それからもう一つはね、ペペロミアっていう植物、私はこれを育てるのが初めてです。初めてって言ってももう何ヶ月か経ってるんだけども、冬にね買ってきて冬にいただいたものなので、まあしばらく経ってるんですけども、状態が分かんないよというところで根っこの状態を確認したいっていうのが一点で、根っこの状態をねチェックしてね、こっちの方はねしっかりと生えてたので大丈夫だったんですけれども、こっちの方はねもうほぼほぼ生えてないっていう状態だったので危ないところでしたっていう感じでね、まあ今回はね植え替えたって感じになるかなということでね、まあこれぐらいにしてね今回は終わりにしようかなと思います。この動画参考になったっていう方はいるかな、わかんないですけども、参考になったとかね、面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね3点していただけるととっても嬉しいです。コメントの方もねいただけると嬉しいので、気軽に書き込んでいってください。 Twitter、Instagram もね始めてますので、気軽にね声をかけてくれると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。